ハローでーりすチャンネルです。今日はニコン D7500 の一眼レフについてのレビューです。この間もニコン D7500 の一眼レフ使って、全体的なレビューは多分したと思うんですけど、ビデオについては全然まだレビューしてなかったので、ビデオについてちょっとレビューしていきたいなと思います。今これ撮ってるのも、ニコンの D7500 使ってちょっと撮ってます。はい。で、自分が今どう映ってるかとか、スナップブリッジつないで見れることができるので、それも結構便利やなって思いました。今日ちょっと照明とか全くなくて、部屋の電気でしかこう使ってないので、結構暗いと思うんですけど、まあ、一応、4K でビデオ撮れてるはずです。最近猫カフェ行ったので、猫カフェでいろいろ猫とちょっと遊びながらカメラでいろいろちょっと挑戦して撮ってみたので、それも見てほしいなと思うんですけど、じゃあ猫カフェの映像撮ったんで、よかったら見てください。